こんばんは。2月6日木曜日、ニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。武漢市に新型コロナウイルス肺炎の患者を受け入れる臨時病院3カ所が新設されました。交通当局は医療関係者や物資がいち早く武漢市に届けられるように対策を強化しています。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は北京でカンボジアのフン・セン首相と会談しました。習近平中国共産党中央委員会総書記は新型コロナウイルスによる肺炎の予防と抑制に向けた法的保障を強調しました。以上が今日の主な内容です。はじめに、湖北省武漢市では5日新型コロナウイルスによる肺炎の軽症患者を受け入れる臨時病院が3カ所新設されました。3カ所の病院を合わせた病床の数は4300床となっています。5日医療関係者が臨時病院に続々と到着し、患者を受け入れる準備を進めています。臨時病院は武漢のコンベンションセンターや体育館など3つの既存施設を改築したものです。病床のほか、ナースステーション、救命室、医療用品の倉庫なども整備されています。中国の航空や鉄道などに関して、交通当局は新型コロナウイルス肺炎への対応を支援する医療関係者や物資がいち早く武漢市に届けられるように対策を強化しています。中国民用航空局は医療関係者を輸送するため、中国国際航空や中国東方航空など7社の航空会社を動員して14機のチャーター便を調達しています。これにより5日未明の時点で14の省から15の医療チーム1547人が武漢に輸送されました。また鉄道輸送では4日午後6時までに11万セット余り、およそ2万8000トンの支援物資が運ばれているということです。北京市や四川省の成都市などでは、新型コロナウイルスによる感染の拡大を防ぐため様々な措置が講じられています。北京市では行政手続きの簡略化やインターネットの活用などを通じて、市民が窓口を訪れる回数や時間を減らすように努めています。一方、四川省の成都市では市内に入る高速道路の入り口の上空でドローンによるモニタリングを実施しています。空中で撮影された映像から車の量を判断し、それに合わせて検疫要員の配備を調整しています。続いてトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は5日北京の人民大会堂でカンボジアのフン・セン首相と会談しました。会談の中で新型コロナウイルスによる肺炎との戦いについて習主席は、中国はこの戦いで勝利を収められると確信している、そのための能力も持っていると表しました。一方、フン・セン首相はこの特別な時期に中国を訪問したのは、カンボジア政府と人民を代表して中国政府と人民を支持する姿勢を示すためだ。カンボジアと中国の運命共同体を共に構築していきたいと示しました。習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席は5日午後、党中央の全面的な法に基づく国家管理委員会の第3回会議を主催し、談話を発表しました。習総書記はその際、党中央の集中的かつ統一的な指導の下で、人民大衆の生命の安全と健康を常に最優先に置き、立法、法執行、司法、法を守るあらゆる段階において新型肺炎の予防と抑制に取り組み、効果的な法的保障を提供していかなければならないと指示しました。李克強総理は5日北京で
カンボジアのフン・セン首相と会談しました。李総理は、新型肺炎との戦いで中国政府は科学的かつ強力な予防抑制措置を徹底し、患者の治療に全力を尽くしている。自国民だけでなくカンボジア人を含む中国にいる外国人の正常な生活を確保していると強調しました。これに対しフン・セン首相は、新型肺炎の予防と抑制を含むあらゆる分野における中国側との実務的な協力を強化していくとの考えを表明しました。外交部の華春瑩報道官は5日、新型肺炎対策について、中国の勝利は世界の勝利である。中国は感染への対応で早期に勝利を収める自信と能力を持っていると述べました。華報道官によりますと、5日正午までの時点で、韓国、日本、タイなど21カ国の政府とユニセフ、国連児童基金から支援物資が届いているということです。以上、今日のニュース、劉英がお伝えしました。